問題。タピオカの原料はキャッサバ芋であるが、有毒成分は一切含まれていない、丸か×か。正解は×。もともとキャッサバ芋にはシアン化合物というふうな有毒成分が含まれています。もちろんこのままでは食べれませんので、有毒成分を取り除くというふうな加工をされた上で日本には輸入されております。ぜひ覚えておいてください。